1989ベルリンの壁崩壊、初代ゲームボーイ発売、 VHS のノスタルジーなノイズ漂う中連載開始。当時の週刊少年ジャンプでは珍しい本格ラブコメディ、思春期揺れる恋心、それぞれの胸に秘めた思いを切なくも大胆に、そして緻密に描き、裸体描写を抑えながら過激度を上げるというギリギリの表現方法で有害図書指定を受けながらも全国の読者を魅了した。まさに現代の王道を作った当時の未常識。2018年には原作から25年後を描いた実写ドラマ西野七瀬でリブート。桂正和先生が生んだ最強にして最愛のヒロイン、不完全なビデオガール天野愛があの頃まで君を巻き戻す。